パカーみたい。チャンネル登録お願いします。ファインディングへ。新車初運転、運転まで運転しに来ました。コスト高いね。もちろんここまでの道はデリーさんが運転して、ここから私が運転したいと思います。パンちゃん電話、緊張してるんですか？だってマイカーを初めて運転する。マイカーなのに、まっすぐバイクないやん。50キロ出してるやん。ダメなの？30キロしか出せなかったマリコがピンドンで50キロ。60キロ。え、どうしたらいいの？ダメ？すごい、初カープ。緊張してるマリコ。まだ28、台北レベル戻った。 Google は6分書いてあるんだけど、ホテルにあと30分ぐらい作って連絡しとこうか。ということは私夜はお酒飲めるようになったと。無理だよ、無理無理、絶対無理。ほら電話かかってきたよ。緊張するやめて。ハロー。ナビ顯示4分鐘。マリコの運転だと15分ぐらいかな。そんなにかかる？そんなに？みんなの安全のためにわざわざピンドンに来た。無事に着きました。マリコの初駐車。果たして隣の車は大丈夫だな。OK ですか？おめでとうございます。着いたです。着いた。ちゃんと入ってるじゃん、駐車場の枠の中に。今日泊まるミンスクがこちらです。わー、今日も就寝下班咯。あ、不好意思不好意思。安妮久等了。他时速20。所以四分钟才会变成十四分钟。今日のお部屋、お邪魔します。お邪魔します。バスタブ。今日ちゃんと入浴剤持ってきた。おお、すげえじゃん、絵みたい。いいね。見て、超綺麗。海が見えるお部屋ね。緊張した。初ドライビング。お疲れ様でした。よし。じゃあ今日の運転をお任せいたします。お腹すいたね。運転しとくね。楽しみだね。我们附近抓的，对，自己抓的。这样子几个人去抓？你那脸知道这么多？就是拿那个相去刺。他身上都会有。哦，对呢，真的呢，好帅哦。当地的螃蟹、龙虾都是我们恒春当地的七星蟹。他的手好粗哦。这只可能有断掉过，重新长出来才会一大一小。他们负责抓，我们就负责吃。感谢，めっちゃ新鮮そうじゃん。これすごい大できるのがね、Google がね、4.8 だったの。わあ、カニが来た。すっげえな。わあ、寿司十連戦な。いただきます。超ごちそうだ。じゃあまずは日本人の大好きな空心菜。空心菜台湾来たら絶対頼む。これ日本で食べたらめっちゃ高いよ。海藻とシラスのスープ。消化が効いてて美味しい。カニ食べよう。カニちゃん。オープン。そう、味噌。カニ、うん、美味しい。めっちゃ幸せやん。カニも自分で取ってきたよ、業師が。それだし、夜に行ってくるわ。いらっしゃい。取れなかったら市場で買ってくるわ。ほら、卵。めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃ優しいじゃん。え、え、ケニスって言ってたよね。サキシじゃん。うん、美味しい。これ開けたやつだね。新鮮だ。美味しいじゃん。無言になっちゃう。すげえ。ダイエットしてるのに。YouTube やり始めて、一番成長したのは体重じゃん。編集の技術じゃなくて。今日は運転いっぱいして疲れたのでホテルに帰ってきました。いっぱいで15分しかないや。フェリーが6時間、私が15分です。明日も一日遊ぶから今日はお風呂入って寝ましょう。おやすみなさい。おやすみ。おはようございます。おはようございます。まずは民宿で海を見ながら朝ごはんをいただいて、今日一日肝心で思いっきり遊びたいと思います。もう出ないと間に合わないよ。はい、食べよう。いただきます。やっぱ海が見える民宿いいね。はい、肝心だ。スタート中になります。ゴー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 。めっちゃ楽しいやん。こういうデートもいいじゃん。こういうデートもいいね。わざとブレーキをかける。台湾男子の青春。いや、もう結婚してるからそんなに抱きしめなくてもいいよ。何それ。お、こういう程度スポットおすすめだ。いいね、楽しい。好きな女の子を連れてきた方がいいよ。ほいちゃんおすすめ。日本人女子に乗ったことないから。これ1回で OK だと思うよ。あ、確かにドキドキするのを経験するといいっていうもん、ね。じゃあここは台湾男子推進協会デートスポットに認定。まず男子が運転してきないとダメだ。確かに、結局最終的に女子の方が運転できてダメだな、この男ってなると。すごい、森、森の中。あれは羊、羊。男がちゃんと守ってくれるのを確認できる。確かに大事だよね、台湾男子の優しさの見せ所。おお、漂亮。你们设计的旅程不错。すご
すごいとこ入ってた。おおめっちゃ滑る。すごい写真は。おすげえ、めっちゃいいスポット見つけてくれてるね。だって女の子はもうフィンドに旅行に行こうって言ってくれたらもう大体 OK じゃん。フィンドの誘いに成功したらここに連れてきた方がいい。もう 100% だ。ここは綺麗な写真が撮れるらしいので写真を撮ろう。めっちゃ考えてるね、バカみたい。哇塞你们好天才哦，怎么感觉好像又在拍一次婚纱。射箭哦，すごいじゃん。有啊，有练过哦，全明星运动会你给了呀。哎。啊，好，快，好，走走。かっこいいじゃん。なんでマリコがお姫様みたいな感じで私は下でカメラを持って。すごいね、一回でいろんなもの体験できるから楽しいね。いいデートスポットだ。やっぱちょっとドキドキするからデートにはいいんじゃない。吊り橋効果ってあるじゃん。ドキドキするとそのドキドキが濃いかもしれないって錯覚するっていうやつ。いいですね、地元の人に教えてもらった。台湾料理を食べよう。じゃんじゃん。すごい匂いから美味しそう。もう美味しい匂いする。トンポロー見て、このプル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 。やばーのためです。レベル高いな。さあいただきます。柔らかい、ホロホロだよお肉。油も箸で切れる。溶けた、油が甘い。私のお腹も油だよ。これ大正解。やっぱり地元の人に教えてもらわないと分かんないな。地元の方教えてください。各地の美味しいもの、募集、料理園してください。うまっ、うん、美味しい。だって本当ふわふわだよ。この油も溶けるし、お肉も。溶けるやん。うん。しかもタレもさ、甘すぎないし、油は分厚いけど、そんなに油っこく感じないよね。美味しい。野菜もついてるからいい。野菜も美味しい。二人でこれで十分やん。おお、豆腐。かけ豆腐、卵豆腐みたいな感じ。三杯豆腐だ。三杯汁の豆腐バージョンだ。生姜の香りと台湾バジルの香りがシャンってして美味しい。豆腐も柔らかいからご飯が進む。スープも超でっかいの来た。このシンプルな透明のスープが美味しい。アサリのエキスをめっちゃ吸ってるから、美味しい。ここはもともと港でサウレオチオに行く場所だったんだって。その港が今は美術館になったみたい。めっちゃおしゃれやん。行ってみよう。芸術作品がいた。うるさいって言われたよ。すいません。海を見る美術館、名前が美しいね。めっちゃラッキーやん。ちょうどなんか出展してるよ。国際的じゃん。ピンドン眠りの世界だって。眠そう。いらっしゃいませ、眠りの世界ようこそ。眠くなるね。すごいよね、1週間1枚。本当に一本一本の細い線で変えたね、すごいね。でも外のこの会館の作りも綺麗だね。うん、綺麗だね、この建物は。こっから見る芝生と海と空のコントラストですごい人気の写真スポットなんだよ。ソンチリンゲット、モンブランみたい。早く食べないとって。いただきます。おいしい。すごいちゃんとミルクの味が濃い。いいいい、先に食べてよ。うん、ちょっと私に食べさせると美味しくないということだ。そんなことないよ、美味しいから食べさせてあげようって思ったのに。優しいね。うちの奥さんはこんな優しかったっけ。何それ。夏にはぴったり。ただいま。おかえりなさい。今日は泊まる部屋が変わるので一緒に見ていきましょう。お邪魔します。階段がある。すごいゆっくりとした。贅沢やん、2人しかいないのに。じゃあ上も見に行ってみよう。ダブルベッドが2つ、4人家族が泊まれる。収納もでっかいのがあるし、洗面台も。めっちゃ高級やん。もうホテルじゃん、民宿じゃなくて。すごいゆったりとした。また食事の時間です。Google 4.9 タイ料理。すごい。楽しみだね。サワディカープ。チンチェンシャーピン食べる。あ、ガーリー。私今日昼ガーリー食べたい食べたいって言ってたもんね。めっちゃ言ってた。ガーリー食べよう。夢が叶えたじゃん。ありがとう。おいしそう。量多いね、結構。グリーンカレーだけど白なんだ。4.9。果たして。4.9 はさすがに難しいよ。いただきます。うん、
很香，美味しい。めっちゃいい香り。いい香り。サワディカみたいな感じ。海鮮サラダもボリュームがすごい。シーフード。この量だと安いな意外と。ねえ、ほらシーフードも超いっぱい入ってる。だからみんなコスパがいいって言ってる。値段だけ見たらそんなにすごい安いわけじゃないけど。でも量が多い。こんな量だと4人分だ。私たちがいつも4人分の料理を2人で食べきる。だから私の体重がめっちゃ成長してる。美味しい。ルシーさん、私の体重については。台湾でさ、異国料理もいっぱい美味しいのあるよね。確かに台湾のタイ料理がめっちゃ美味しいよ。美味しい。これで200元。200元しない。190元だった。もう安い。美味しいし。美味しいね。コスパがいい。では、綺麗な夕日をパックに。バイバイ。チャンネル登録お願いします。欢迎订阅。